抽選です。こちらでちょっと名前を書いてもらえますか。男子、はい、631、浦和板、はい、28、これ後藤くん、はい、相手がいません。Thank you.
入文化鈴木さん、メープルハウス岡部さん、6階3番テーブルで試合です。
いやでも簡単、簡単なことだと思うんですけど、なんかで絶対やれるはず。できます。Thank you.
あ、そうそう。個人のページで撮ってる。その人はツイッターやったりしてますか？やってない。はい、男子書いてきました。どこです？はい、じゃあ、4時、お父さん4時、女子決勝1回戦。11番。4時、4時、キャスト4時。決勝女子1回戦に行きます。冬女子決勝1回戦6回11番テーブルモックス倉田さんスティーガー深夜さんモックス倉田さんスティーガー深夜さん6回11番テーブル決勝1回戦シングルでお願いいたします。モックス倉田さん対戦カードを見せてください。続きましても女子決勝です。6回6番テーブルマルス近藤さん、プールカイザー小宮山さん、マルス近藤さん、プールカイザー小宮山さん、6回6番テーブルで決勝1回戦シングルイルミネーションをお願いいたします。マルス近藤さん、対戦カードを取りに行ってください。16番テーブルです。アロー袋さん、アストロ小平さん、アロー
藤黒沢さん、アストロ奥田さん、6回16番テーブルにて決勝1回戦シグリーネーションをお願いいたします。アドーズ黒沢さん、対戦カードお願いします。はい、ちょっと待ってください。
大学しない試合に女子アスプレース小西さん、ラリー佐藤さん、試合の準備をしてお待ちください。これも見せます。女子決勝1回戦15番テーブル、アズプレイス小西さん、ラリー佐藤さん、アズプレイス小西さん、ラリー佐藤さん、6回15番テーブルで試合をお願いします。アズプレイス小西さん、対戦カードお願いします。Thank you.
終電ぐらいまで行った。まだ花火が終わってない。意外と。
入ってないコーナーは何組ありますか？一組。それが谷本岩井ですか？Thank you.
同じやつ？あ、それを使って。